あそこから入れそうだな。どこかに凛子がいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。エレベーターは使えないか。凛子たちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ、俺が適合者だったからな。おそらくお前もお前の妹もだ。だから巻き込まれちまったんだよ。壊れてるのか？開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。あいつ、こんなところに。あそこに操作盤があるな。
奥に部屋があったのか。ここから汚れを浄化できそうだな。こいつらいつの間に。守りを固めるんだ。シャッターが開いたようだな。凛子は下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。凛子は俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。元の場所に戻ってきちゃったな。何かあるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合したからだっていうのは、他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだよ。簡単には通してくれないみたいだぜ。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せばいい。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。くそ、まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然だろう。考えれば分かる。その言い方だぜ。死んでも変わらねえな、お前は。
それはお互い様よ。敵が増えやがった。気をつけろ。あと半分、そいつらを近づけないで。はい、わかりました。もうすぐ終わるわ。もう少し頑張って。もう十分頑張ってるっての。ゾロゾロ来やがるな。リコ、どうだ？終わったわ。ご苦労様。これでこの場にある霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった？この装置がある限り、私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。KK、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、凛子さん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。